はい、どうも、なんでございます、本日もゆるキャンシーズン2のアニメ実況をやっていきたいと思います。先週は第8話ということで、なでしこが、一人でキャンプするっていうね、回でございました。なんだかんだ言って結構楽しく、キャンプをやっていたんじゃないかなと思います。なんかこう一つぐらいトラブルとかありそうなもんなんですけどね、まあ、持ち前の、運とあと体力で、乗り切ったような感じでございます。現地のキャンパーのね、子供たちともすごく仲良くなってね、ホイル焼きをね、作って食べてて非常に楽しそうな、回でございました。で、本日はですね、第9話でございます。冬の終わりと出発の日ということで、まあもう9話になりますので、まあクライマックスの大きなキャンプに向けたプロローグみたいなね、そういう回になるんじゃないかなと思います。ホームページとかを見てるとね、結構今回はりんちゃんの家族とかが結構出てきているような感じでございますね。華麗なる島家の、方々が、出てくるということで、早速見ていきたいと思います。お、学校だね。お、葵ちゃんとなでしこですね。お、ホイル焼き、サーモンのホイル焼きだ。まあそっか、なんかそうだよね、あ、なんか横になってるシーンあったもんね。うん、あ、まあメンツがね、こんな面白い子たちばっかりだから楽しいよね。お、お、とうとうオールスターキャンプね。お、先生に相談しに行った。はい、オープニングですね。もう9話だね。もういよいよ、大きなキャンプをやって最終回っていう感じになるのかな。なんかちょっと寂しいけどね。でも4月から今度はね、実写版のゆるキャンなんかも始まるので、まあ僕はそれを、まあ、引き続き見たいなとは思うんですけども、ほんとね、実写版のゆるキャンのキャストの方々がね、ほんとに再現がすごく、よくて、忠実にね、オリジナルのキャラクターたちをしっかり再現しているので、結構ね、見てて面白いですよ。さっきあれだね、りんちゃんの、スマホの画面は全部なでしこだったね。で、3月の末にはね、いよいよ、DVD じゃねえや、ブルーレイボックスか、の第1巻が発売されるということで、僕はもう、予約をしております。はい。いやー、でもあっという間だよね、もう9話だ。はい、オープニング終わりました。はい。職員室第2話冬の終わりと出発の日ということで、伊豆キャン、いいね、クリキャンの次は伊豆キャンか。ああ、そうだね、助けてもらったね。でも伊豆って確かあれだよね、凛ちゃんが元日に行くかって断念した伊豆だよね。そっか、まあね、ストロングスタイルだね。学生には辛いとこだよね。ああ、一番やばいやつが。あ、その時の、そうそうそう、この家族と仲良くなったんだよね。お、ようこそ伊豆って、これ何の写真というか広告なんだ。豪遊。
そう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 、結局行かなかったんだよね。いや行くでしょもう行くねおう、えなちゃんバイトだ。え、あれえなちゃん知ってんのなんかあるな そうだよね、全くその通り。あれかな、お姉ちゃん、あのなでしこのお姉ちゃんから漏れたか。ああ、お、お、なでしこと葵ちゃんは同じ誕生日なんだ。3月4日意外な共通点大塩平八郎、顔が一緒になってる、大塩コンビ。お、葵ちゃんの妹さんだね、あかりちゃんだっけ。伊豆に行きたい、カピバラ。海キャン富士山あれだ、2泊3日なのかな今回は。りんちゃんの赤ジャージ姿って珍しいよね、あんまり見ないよね。ああそう言ってたよね、カピバラちゃんがどうのっつって。あーこれは癒されるね。結構人数多いよね。危ない、やーってああ、あのあれだ、火起こしお姉さんの、ちょうどね、まあ先生的なあれだとちょっとやっぱり心配だよね。でも大丈夫だよ。うん。結構すごいんだよねこの子は。原付の旅がやりたいんだよねって。りんちゃんってでもすごいよね。原付のバイクですごいところまで行ったりするからねこの子。お、それぞれ働いている姿がいいよね。やっぱりこうほら、何か一つの目標に向かってこう仕事をするとやっぱりね、いいよね。目標をちゃんとしっかり持ってやってるから。ああテスト勉強もそうだよね、やんないと寝てるぞおい5人一緒にあれだ、一緒にテスト勉強してんだ。お、なかなかいい点数じゃない、86点。みんなそれぞれ伊豆に向けていろいろね計画を立てたりアルバイトしたりして、どん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 時間が経っていってね、あと1週間後だ、6日後だから。
そっか、凛ちゃんはバイクだからやっぱり少し速く出ないとね。うん、そうだよね。風冷てえとかつってたもんね。ああ、おじいちゃんだ。これあれだ。このシーンは多分なでしこの家から迎えに来てもらった時の時かな。ああ、スクリーンね。そうだね、うん、意外とあれだよね、りんちゃんっておじいちゃんのこと言うけど、おじいちゃんとの絡みって意外に少ないんだよね。ああそうだね。あ、プレゼント考えてんだ。お、なんだ、なんだろう、なんだろう、キャンプグッズかなんかかな。 あカリブって言ってるから、ちくわ。キャンプに反応して、そうだね、まだちょっと寒いね、チワワは。いつかちくわがキャンプデビューする日は来るのかな。なでしこも、なでしこはあれだ、ご飯だ。伊豆って何が有名なんだろう。あー、わさび、キンメダイ、深海魚、干物、そうね、うん、すごい美味しいんだよ干物。いいね、なでしこのお父さんも結構いい人だよね、なんか食べることが好きな人だからね、お父さんは。うん、なんか思いついた。すごいよな、それでパッと思いつくのって。なんだ、何か、ああ、あれか。あ、でもスクリーンはあれか、おじいちゃんからもらうかもとかついたから、おじいちゃんからなのかな。ああ、じゃあおじいちゃんのスクリーンじゃないのか、この荷物は。ああ、キャリアとスマホホルダーだ。本当にギリギリだな。お、お父さん登場、イケボのお父さんです。あ、点検してもらってる。うん、いいお父さんだよね。なんつうんだろう、こう全部お父さんがやるわけじゃなくて、凛ちゃんもじゃあこれやってねっていう風にそやるスタイルがいいよね。そうだ、キャリアがついたらいろんなもの詰めるよね。そうだね、危ないから。お、もしかして、あ、おじいちゃん登場ですね。渋い声だよおじいちゃん。おじいちゃんのバイクってなんだろうこれ。うん、
どうした？お？あー、そっか、バッテリー上がるんだこれだと。ね、そっか。はー、おお、じいちゃんすげえな。買いに行ってくれるんだ。かっこいいな、おじいちゃん。孫のためだからね。新ピンっぽいだよね。ああ、おじいちゃん優しいな。ほんといい家族だな、島家の人々は。かっこいいな、おじいちゃん。おじいちゃんのバイクかっこいいな。多分きっと元ネタのバイクのあれはあるんだろうけど。あ、先生も。そうだね。お酒、グビネーだからね。炭酸水。どうした？あれ、でもビールはあるよ。まさか。これはつらいな、先生。でも生徒がそうやって言ったのをちゃんと守ってる先生もいいよね、優しいよね。お、ちゃんと止まってるね。くじかい。おいしそう、ハンバーグ。お母さんもそうだよね、バイク乗ってたってよね、確か。へえ。そうだそうだ、これコミックでね、お母さんの昔の絵があるんだよね。写真は出ないかな。見たいよね。そうだね、明日は早いから。いやー、いいね、華麗なる島一族、最高だね。お、結構早い時間だね、3時。りっちゃんすごい、なんか眠いよね。うん、歯磨きして着替えて。あ、おじいちゃん。ああ、いいね。でもおじいちゃん嬉しいだろうね。あんまりこう顔に出さないけど、やっぱり孫がね、同じようにキャンプ好きになってバイクにも乗ってってなってるとね、やっぱり嬉しいよね。
であれなんだよね、ゆるキャンのやっぱりあのシーズン1でもやっぱりほらあのね、妄想とは言っても何十年後かのリンちゃんたちが出てくるんだけど、その時もねやっぱりなんとなくこうリンちゃんのその未来の姿がおじいちゃんのその姿にちょっと近いっていうか、服装とかね、バイクもね多分おじいちゃんみたいなバイクに乗ってたような気がするんだよね。だからきっとリンちゃんもやっぱりどっかでやっぱりおじいちゃんに憧れを持ってて、きっとあれだろうね、この時間っていうのはリンちゃんにとっても忘れない思い出になるんだろうね。雪残ってるよね、やっぱ山だから、うん、結構スクリーンあるないじゃ違うからね。いいね、おじいちゃんとのおじいちゃんとりんちゃんとの会話は。やっぱ嬉しいんだね、おじいちゃん一緒に 走れるなんて思ってもみなかったって。きっとおじいちゃんも走れると思わなかったしって思ってる反面ね、凛ちゃんもまさかおじいちゃんと一緒に走れるなんて思ってなかったと思うし、二人ともきっとすごく優しい気持ちになってんだろうね。そうだね、もう春ってあったかくなり始めたらもうあっという間に春だからね。さあエンディングですね。すごいね、キャストクレジットが豪華すぎるよみんな。いやーそっか、早いな、もう30分、体感でもう10分とか15分ぐらいだもんな。じゃあ次10話で、多分次回イズキャンで、でコミックって確かイズキャンって結構ね長かったんですよ。コミックいろいろ結構あのページ数を割いてたような気がするから、2話とかになるのかな。だからまあ10話11話でイズキャンやって、で13話まで行くのかな、あ12話まで行くのかな、だ多分イズキャンやって、それでまあシーズン2は終わりになるのかな今回。いやなんかこう終わりが近づいてくるとなんかちょっと寂しくなるね。はい、エンディング終わりました。1ヶ月前、なんだイズキャンの1ヶ月前か。あ、お姉ちゃん、あーやっぱりあれだ、さっきのエナちゃんのあれはお姉ちゃんからか。で、なでしこのお母さんが、あえなちゃんってコンビニでアルバイトしてんだ。ここに来てえなちゃんがどういうバイトをしてるか判明したね。えなちゃん別にここでアルバイトしてること別に内緒じゃなくてもよくない？全くその通り。さ、次回、あ、イズキャン始まりだね。あー、お母さんの、りんちゃんのお母さんの昔のね、あの写真がちゃんとエンドカードで出るところはしっかりしてるね。よかった、ちゃんと見れて。
はい、というわけで第9話が終わりました。やっぱりね、もうあのイズキャンに向けて準備会ですね。イズキャンをやって多分最終回っていう感じになるのかな。ちょっとなんか終わりが見えてくるとちょっと寂しくなりますね。今回はやっぱりりんちゃんの家族の絡みですよね。でやっぱ最後おじいちゃんとの一緒にこう2人でね、あのりんちゃんと2人でツーリングに行ってね、あの最後にねおじいちゃんが一緒に走れるなんて思わなかったよって言ってたのがすごいなんかいいなって思いましたし、きっとおじいちゃんは嬉しいんだろうなと思ってたし、きっとりんちゃんもね、そのなんだろう、バイクに乗ってるそのおじいちゃんの後ろ姿は絶対にきっと一生忘れないんだろうなっていう、そんなあの感じでしたね。本当にいいお話でした。で、来週はいよいよ、イズキャンが始まりますということで、おそらく第10話、第11話、第12話まで多分そのゆるキャンのシーズン2はあると思うので、まあ10話、11話、12話までイズキャン、3話割いてやるのかどうかはわからないんですが、まあおそらくイズキャンが終わったら最終回っていう感じになるのかな。ちょっと寂しいですけども、もう最後の大きなキャンプになりますのでね、来週また楽しみに見たいと思います。はい、それでは、また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。